いいぜ。嫌ならやめてやるよ。やめてくださいって。いえ。ちゃんとやめてくださいって言ってみろ本当にやめてほしいって思ってるなら、中途半端に言うんじゃねえ。俺にはわかんだよ。やめてほしくないって。 お前が自分からこうやってしつけられることを求めてんだってな。今だって、とぼ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 、わざわざ俺の部屋まで来やがって。さっき終わったばっかりなんだから。俺言ったよな。今日はもう自分の部屋でいい子にしてろよって。それなのに、ご主人様の言いつけ破って。 手に俺の部屋入ってきやがって。お前そんなにお仕置きされたいのおい。聞いてんのかよ。<laughs> お前めちゃくちゃ腫れてんじゃん。そんなに腫れてんのにまだお仕置きされたいのんなんだよ。 言いたいことあんなら言ってみろよ。聞いてやるから。ただし一回お前の言うこと聞くごとに、ピンタ一発な。それでいいならどうぞ。当たり前だろ。約束破ったお前への罰だよ。っていうか。勝手に質問すんな。質問するときは俺の許しが出てからだっていつも教えてんだろ。 このバーガー。お前また一からやり直すか俺の状況。んふっ。<laughs> 相変わらず嬉しそうな涙流すな、お前。痛かった怖かったじゃあやめてやろうかんふ <laughs> お前自分の部屋戻れよ。寝ろ。明日また可愛がってやるから。じゃあな。あ、そこ。電気消した後ちゃんと扉閉めてけよ。わかったな。おい。なんでお前まだいるんだよ。 自分の部屋戻れって言ったろ。イラつかせんなよ。んなんだよ。聞こえねえよ。もっとでかい声で話せよ。変わってねえじゃん。 お前なんでいつもそんな声小せえんだよ。でかい声で喋るっていつも教えてんだろ。こっち来い。聞いてやるから。まずもっと部屋の中入れよ。ビビってんじゃねえよ。バカ。<laughs> もっと中入れよ。ここに来いっつってんだよ。話聞いてほしいんだろ だったら早くここに座れよ。おい、誰がそこに座れっつったここに座るんだろうが、俺の方向いて、俺の膝の上に乗るんだろうなあ。 わざとやってんだろ、お前。俺に怒られたくて、叩かれたくてやってんだろ。<laughs> ごめんなさい。お前自覚してんじゃん。自分が悪い子だって。そうだよな。 お前は悪い子だよな。言われた言いつけも守れないで、勝手にご主人様の部屋に入ってきて、またお仕置きしてほしいって。俺のことを求めるんだろお前は、本当にいけない子だ。<laughs> 目、閉じろ。 少し、口開けろ。ふっ。いいか目を閉じて、そのまま口を少し開けたまま。待てだ。ふっ。どうだ待てそうかご主人様の言いつけ。 今度は守れそうかだらしねえ顔しやがって。なんだよ、その顔は。ちゃんとしろよ。気の抜けた顔してんじゃねえよ。たまらねえ。たまらねえよ、お前。 これだからお前をしつけるのはやめられなくなるんだよな。俺も、さっきしつけたばっかなのに、もうお前のことくしゃぐしゃにしたくなってきた。ほらお前、もっとちゃんとくっついて座れよ。こうだろうが。 俺がここに座れって言ったときは、密着して座れって教えただろう。ん教えたよな、俺。教えたよな。やっぱりわざと間違いを犯してる。俺に怒られるために、俺にしつけられるために。そうなんだろうなあ、お前、 そんなに俺のことが好きか常に俺に調教されてないと、ダメな体になっちゃったのかんどうなんだよ。ああ。いいよ、喋って。ごめんなさい以外を喋ること、今だけは許してやるよ。ほら言え。好きです ご主人様 <laughs> お前ふざけんなよ誰がそんなこと言えって言ったんだよ 俺が質問したんだから、質問に答えるんだろうが。お前、そんなにぐちゃぐちゃにされたいのルールばっかり破って、ご主人様を刺激して、やりたい放題だなお前。<laughs> その分後でお仕置きを受けるのはお前なんだからな。わかってんのか <laughs> たくさんいたずらをすればするほど、俺にしつけてもらえる。そう思ってんだろ、お前。ああ、いいよ。だったら、たくさんやってやるよ。 そんなに俺のことが好きなら、今日は、お前の体中の隅々まで、味合わせてやるよ。今日二回目のお仕置きは、もういたずらを覚えてしまった子猫ちゃんへの、スペシャルなお仕置きだ。たくさん可愛がってやるから。これ以上体に傷が増えても、文句言うなよ。